五臓器を使った練習方法ですね。はじめピーチェンは肺なんですね。でうちではこういう交換する鑑識っていうピーチェンがあって、これで丹田の気を右肺に入れてそれを出すことによって出すと。で何が、五臓器あのピーかというと、考え方としては肺気を活用してこういうなのがピー。だから形としてはこれが基本のピーチェンだけど、肺気を使うんであればこれもピーなんです。これもピー、これもピーなんですよね。そうすると相手が受けた時にここらでもピーになるんです。もう一回こちらとこっち側でピーになるんですよね。というのが肺を使ったピーチェンですね。ポン、換気ね。この肝臓からの水平方向の直弾、これがポンの本質。というと基本のこれもポンだけど、これもポン、これもポン、これもポンなんですよね。だから相手の時にこれもポンなんですね。これもポンなんですよ。ここからのまっすぐで。で臓器の気がいいのは常に蓄系が効いてるんです。だから何かあった時にいつでも打てる。何かあった時にといつでも換気を爆発させて打つことができる。これが五臓器の特徴です。起こりを見せないということですね。で次は三陣ですね。これはここ裏に圧力を持っていって前を打っていく。腰の回転もいりません。とすると相手が時にこれで打ってしまう。腰を回しても同じ、これで打っていく。ここの圧力で発生するということです。で上に行く方法が全部三だから、これも三、これも三、これも三、これもさんということになっています。パオは心、溝落ちあたり、中心。これのテーマは収縮展開、これが本質です。玉玉1個がポンポイコの直弾になってるだけ。収縮と展開ですね。でここで大事なのは気持ちの使い方です。集中と解放、胸の集中と解放、これが重要になってきますね。そう、そういうことを相手の時にふわーこういう前に立って打つっていうのも同じ。収縮展開、こういうものが全部ジンボでも同じ。上段受けポンチェンとジンボパオチェンが違います。肝臓からのまっすぐ突きと展開によるパオというのは違うんです。本質的に違う。新規の収縮と展開、それでやってるのがパオになるということです。最後、ハンチェン、脾臓ですね。ここですね。いやいや、溝落ちやや下。ここにどう圧力を加えるかというと、右に振っておいて急遽左に戻すことによって、高圧をかける。で、ここにつけておいて、それを横へ展開することによって打ち出す。これがハン。サイドに出す場合は、サイドこう振るんですね。で、ハンチェン。こういう脾臓の気を。この時には横へ流すのにも使えるし、そう瞬間的にですね、こっち側からこういうふうに脾臓向きの展開で打つ。ということで五臓器っていうのは各臓器の圧力感覚で各五行拳の技をやるんだけども、ここの大事なのは最終的には全て圧がある状態になる。だからこの圧のある状態から何でも出るようにしてしまうというのが大事になってきますね。五臓器はその取っかかりになります。 OK 以上です。